パリメトロ7号線は、パリ交通公団の運営するフランスパリのメトロ路線の一つ。パリ北東部郊外のラクールヌーブユイメ、ミルヌフサン・キャラント・サンク駅から、パリ市内を南北に縦断し、南東部郊外のメリー・ティブリー駅及びビル・ジュイフ、ル・ヤラゴン駅に至る。7号線は、パリの東寄りを南北に縦断する路線である。ただし中心部の右岸側では、 C 字上に西へ蛇行しており、このため4号線とは2箇所で交差している。パリシナ南東部のメゾンブランシュ駅から南では2つに分岐している。パリのメトロ路線のうち途中で分岐するのは7号線と13号線のみである。かつては北側でも2つに分岐していたが、現在では片方がナナビス線として分離されている。7号線は1910年に パリ中心部と北東部を結ぶ路線として開業した。1930年代には、セーヌ川を渡り、パリ南東部へ延長された。セーヌ川のトンネルが完成するまでの短期間、左岸側の路線は10号線の一部として運行されていた。1980年代に、南北とも郊外まで延長された。7号線はメトロで、最も駅数の多い路線である。 7号線北端のラクールヌーブユイメミルヌフサンキャラントサンク駅は、パリ北東部郊外セーヌサンドニ県、ラクールヌーブ市のユイメミルヌフサンキャラントサンク広場の地下にある。ここから国道2号線の地下をほぼ一直線に、南西方向に向かい、ポルト・ド・ラビレットで、パリ市に入る。この経路はかつて、ルテティアとベルギカ方面を結んでいたローマ街道の跡である。 ポルトドラビレットからそのまま南西に向かい、東駅で西に向きを変える。ここから、パリ中心部のウガン川を、C 字状に反殖し、オペラ広場、パレロワイアル広場、シャトレ駅などを経由する。ポンヌフイ島では、セーヌ川の川岸の地下を通る。三類島の上流側でセーヌ川を、トンネルで潜り、左岸を南下して、パリ市南東部のメゾンブランシュに至り、 ここで二つの視線に分岐する。ビルジュイフ方面の視線はそのまま南下して、市境を越え、バルドマルヌ県、ビルジュイフ市のビルジュイフルヤラゴン駅に至る。イブリー方面の視線は一旦東に曲がって、ブールバールでマレーショーの地下を進み、ポルト・ディブリーで南東に曲がって、市境を越え、イブリー・シュルセーヌ市のメリー・ディブリー駅に至る。 7号線路線図1898年のメトロ整備計画では7号線はパレロワイヤルからダニューブ広場への路線とされていた。ただし、用地の問題からパレロワイヤル側の終点はルーブル宮殿中庭のカルーセル広場に設けることになっていた。この計画ではルーブルの地下を横切ることになっていたため、 ルーブル美術館や当時宮殿の一部を使用していた大蔵省の同意が得られず、1905年に市は計画を修正して終点をホテルドビルとした。さらに北側ではルイブランからポルトドラビレットまでの支線の建設とダニューブからプレサンジェルベ及びプラスドフェットへの延伸が決められた。1907年には南側をバスティーユまで、 延伸することが決められた。1910年にまずオペラポルトドラビレット館が開業した。プレサンジェルベ方面の視線は採石場跡などでの難工事の影響で少し遅れた。1916年にはパレロワイアルまで延長された。オテルド・ビル方面への延伸はルーブルをはじめとする歴史的建築物の基礎を避けることや、 この地域には中世以来の遺跡が何層にも重なっていること。さらに、セーヌ川沿いを通ることから、浸水対策も必要であることから、難工事となった。ポンルフ、ポンノートルダム間の一部では17世紀の水路跡のアーチがメトロのトンネルとして再利用されている。仮の終点とされたポンマリーまで開通したのは1926年のことである。 一方、現7号線の南半部はもともと、オデオンとポルト・ディタリーあるいはポルトドショアジーを結ぶ、路線として計画されたものである。結局7号線のバスティーユへの延伸は取りやめられ、セーヌ川を渡って、この新路線と直通することになり、1931年にポルト・ディブリーまで開通した。なおセーヌ川のトンネルが強用されるまでの短期間。 プラスモンジュイナンの区間は10号線、カルディナルルモワール、プラスモンジュ間の連絡線を介して10号線の一部として運転されていた。第二次世界大戦後には、南側で、シサ海を越えて、メリー・ディブリーにまで達した。一方、北側では、ポルト・ド・ラビレット方面とプレッサン・ジェルベー方面の輸送量の差が問題となっていた。 ポルトドラビレットが北東部郊外へのバスターミナルとなったためである。このため1967年に輸送量の少ないプレサンジェルベ方面への直通運転を取りやめ、ルイブラン、プレサンジェルベ間をナナビス線として分離した。1980年代には北側でも郊外まで延伸され、また南側ではビルジュイフ方面への支線が建設された。 車内1979年以降は MF77 が使われている。5両編成で1、3、5両目が電動車である。7号線は途中で分岐しているため、側面にメリーディブリー業家、ビルジュイフ方面域課を表示する装置がある。車両基地はショワジーにあり、ポルトディブリー駅南側から入線する。ショワジー車両基地は2、3、5、9、10。 12、3ビスの各線で用いられている MF67 と7ビス専用の MF88 の回収を行う基地でもある。ただし7号専用の MF77 の回収作業は4号線の3イコールトアン車両基地で行われる。メリー・ディブリーへの延伸以前はポルト・ド・ラビレット駅の西にあるパルク・ド・ラビレット車両基地が使われていた。この基地は 現在、保線用車両の基地となっている。ルイブラン駅。7号線と7ビス線所詮、ダンタンラファイエット駅、ポンヌフ駅メゾン、ブランシュ駅入り口ビルジュインフレオラグランジュ駅ポルトド、ショアジー駅入り口。トラムのホーム上にある。ありがとうございます。